京都宮ビジョン杯野球大会。今回は22、23日に北区の平木のグラウンドで行われました試合に出場した5チームをご紹介します。キネザブラックタイガース先手勝つぞ。衣笠ブラックタイガースは昭和58年に設立。衣笠スラッカーズと北のタイガースが合併して活動。現在21人の部員が頑張っています。守備はピッチャーを中心に相手に得点を与えないように、打撃は上位打線から機動力のある攻撃で得点を取っていくことを心がけています。北区では他のチームと比較するとちょうど中ほどにいるので、上位チームと対戦しても勝つ気持ちを前面に押し出し上位を目指して頑張ります。紫クラブは昭和47年に設立。現在の3年生が50区となります。チームは紫の天竜、柏の高上根の4学区の小学校の生徒27人が頑張っています。各学年同士はもちろん、学年を超えた先輩後輩の部員の仲も良く、いつも賑やかに練習や試合に取り組むのが紫クラブ。特別力の抜きに出た選手はいませんが、一人一人の強みや弱みをお互いにカバーしながら勝利を目指し、この大会にチャレンジします。ジュニアーズはチームを設立して45年、今年度は夏の全京都大会でベスト4に進出。ジュニアも準優勝に輝いています。メンバーは6年生8人、5年生6人、4年生12人、3年生1人、2年生3人の計30人。チームのモットーは父兄も一緒に全員野球。試合に臨む心構えは保護者も一緒。一つ一つのプレーを大切に、感謝の気持ちを忘れず試合に臨みます。金閣寺とタイガースです。打って打って打ちまくって絶対優勝するぞ。イエーイ。金閣リトルタイガースは昭和53年に設立。卒団生には横浜ベイスターズの上茶谷選手がいます。チームは6年生6人、5年生4人、4年生12人、3年生3人、2年生4人、1年生2人の計31人。日々明るく元気にをモットーに野球を楽しみ、全力疾走を心がけ試合に臨みます。今大会の目標はもちろん優勝です。昭和47年創部の大砲ドラゴンズは B の部が春の天下一品杯で堂々の優勝に輝きました。6年生4人、5年生8人、3年生4人、2年生4人の18人の大砲ドラゴンズはチーム一丸、全員野球、自分で考えて力を合わせてチャレンジ、粘って粘って諦めない、ワンフォアオール、オールフォアワンの精神で優勝を目指し試合に挑みます。
はい、ということで今回は北区の5チームを紹介いたしました。